限界集落とは、過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者になり、観光総裁などを含む、社会的共同生活や、集落の維持が困難になりつつある集落を指す、日本における概念。日本の人口が増加していた、昭和中期までの時代でも、山奥で交通が不便、豪雪などの自然災害といった理由で、住民全員が離存した。 ゴーストタウンは各地にあった。少子化と都市部への人口集中が顕在化した昭和後期から平成にかけて外部との道路が整備され災害への対策が取られていても限界集落やその予備群となる地域が増えている。日本国政府の調査では住民の半数以上が65歳以上の集落は2015年度時点で全国に15,568ある。 5年前との比較で174集落が消滅した。高齢者が中心となった集落では、子育て世帯や中年以下の転入が存在しないか、極めて少ない状況が続くと、住民の死去や転出に伴い、集落の維持が難しくなり、無人化する。こうした事例は、中山間地域や離島で目立つ。このような状態となった集落では、住民自治、生活道路の管理、 観光総裁など共同体としての機能が急速に衰えてしまい、やがて消滅に向かう。共同体として存続するための限界という意味で、限界集落と表現されている。限界集落にはもはや修学児童など未成年者の世代が存在せず、独居老人やその予備軍のみが残っている集落が多く、病心者も少なくない。 社会学者、大野明が、高知大学人文学部教授時代の1991年に最初に提唱した概念である。大野はもともと、林業の衰退と再建を研究テーマにしていた。輸入木材によって、日本国内の林業は衰退し、山村の人口減と高齢化。それにより、手入れの行き届かなくなった人工林の荒廃、 さらには集落そのものの消滅が進みつつあった。大野は集落の実態調査を進めていくうち、その現状を指摘するためには、過疎という用語では実態とずれていると思ったという。そこで大野はより深刻な実態を指摘するため、あえて厳しい批判を受けることを覚悟の上で、限界自治体、限界集落という用語を生み出すに至った。なお最初にこの概念が浮かんだのは、 高知県阿川郡池川町の岩柄集落である。大野は65歳以上の高齢者が地方自治体総人口の過半数を占める状態を限界自治体と名付けた。限界集落はこの定義を集落単位に細分化したものである。限界集落につく状態を準限界集落と表現し、55歳以上の人口比率が50%を超えている場合とされる。また、 限界集落を超えた集落は、超限界集落から、消滅集落へと向かう。大野によれば、2000年の時点で、限界自治体となっているのは、高知県長岡郡の大法町のみであるが、2015年には51自治体、2030年には144自治体が、限界自治体に転落する以降の市町村合併は、考慮に入れていない。2005年には、 大宝町に加えて、群馬県神田郡の南北村と福島県、大沼郡の金山町及び昭和村の一町に村が、限界自治体となった。2010年の国勢調査によれば、限界自治体の数は11町村である。具体的には、仁淀川町、群馬県田野郡神田町、奈良県吉野郡川上村、徳島県勝浦郡上勝町、長野県下稲郡の天竜村、 大鹿村、和歌山県東室郡北山村が該当する。2015年の国勢調査では、限界自治体の数は18町村である。具体的には、南木村、天竜村、川上村、金山町、神奈町、大宝町、昭和村、上勝町、二淀川町、奈良県宇田郡三重村、吉野郡東吉野村、山口県熊毛郡上野関町、 和歌山県東室郡小沢川町、山口県大島郡諏訪大島町、長野県大鹿村、福島県大沼郡三島町、青森県東津軽郡今別町、長野県下見の地郡栄村が該当する。なお、北山村は該当しなくなった。財政再建団体となった北海道夕張市は、2006年時点で65歳以上比率が41%と市では最も、 高齢者比率が高く、2015年国勢調査では48.6%であった。2017年5月末、夕張市は65歳以上人口の比率が50%を超え、日本の市としては初の限界自治体となった。限界集落という呼び方への批判もある。住民の気持ちからすれば、呼び方を変えるべきではないかとの声である。ただ、前日の通り、 大野はあえて厳しい表現を採用したいきさつがある。総務省、国土交通省、農林水産省の最近の公式文書でこの語は用いられておらず、基礎的条件の厳しい集落、維持が困難な集落といった表現が採用されている。また、自治体でも使用を控える動きや言い換えを行う動きがある。農学者の小田切徳美は、限界集落のこの普及とともに、 自治体職員がありに高齢化率など、表面的な事象だけで、集落問題を捉え、集落の現場を見ようとしないとしている。社会学者の山下雄介は、限界集落は過疎化が進行し、高齢化が進むことで、やがて消滅集落に至るとの予言にもかかわらず、国の発表した、消滅集落を精査すると、ダム移転など多くが何らかの人為的作用が働いた。 事例であることを挙げ、限界集落は、そう簡単に消滅するものではないとしている。旧、国土庁が1999年に行った調査においては、やがて消え去る集落の数は、日本全体で約2000集落以上であるとしていた。農林水産省が農村開発企画委員会に委託した限界集落における集落機能の実態等に関する調査によれば、 無重化器具集落という概念で整理し、その数を全国で1403集落と推定している。なお、この調査はセンサスに基づく農業集落を対象としている。国土交通省の過疎地域等における集落の状況に関するアンケート調査がある。この調査は過疎地域を抱える全国775市町村に対して、 そこに所属する62,273集落の状況を尋ねたものである。その要点は以下の通り。なお、この調査に言う集落とは一定の土地に数個以上の社会的まとまりが形成された住民生活の基本的な地域単位であり、市町村行政において扱う行政区の基本単位のことで世界農林業センサスにおける 農業集落とは異なる概念であることに留意が必要。平成31年4月時点での人口動向等について調査の概要にて以下のように発表されている。21世紀になってから過疎地以外の大都市圏でも限界集落に類似した現象が見られるようになった。一例として2008年に限界集落であることが判明した。 東京都新宿区の富山団地が挙げられる。都市圏のベッドタウンやかつての新興住宅地などにおける単身者向けの大規模公営団地に高齢者の入居が集中するなどの問題のほか、数十年前に一斉に入居した各家族世帯の子供が独立して親世代のみになるなどして高齢化率が極端に上昇してしまう現象である。生活困難化による 孤独死や共同体の崩壊など、農産漁村の壁地や離島にある過疎地域の限界集落と同様の問題を抱え込んでいる。これらを都市部で高齢化が深刻な地区を指して、限界団地や限界マンション、限界都市といった派生語も使われるようになっている。現在、限界集落の再生という取り組みも各地方で行われている。 集落で空き家になってしまった複数の建物を改修し、事業化することで集落の人々で運営することで、再びその地域にスポットが当たり、活気を取り戻すという取り組みである。事業家には宿泊、カフェ、レストラン、コミュニティ施設などがある。成功事例として有名なのが兵庫県丹波笹山市に位置する集落丸山などがある。2009年に取り組みを開始し、 わずが3年で見違えるほどの再生を成し遂げている。集落丸山では、集落の住人自らが事業主体となっており、民宿を経営している。経営は、特定非営利活動法人にすることで、運営されている。集落営農法人、集落営農組合化として始める。農業法人を創業する。労働者共同組合として、人材を増やして、共同で出資する。 集団農場化として大量生産をする、地域活性化を起こし若者を増やす取り組み、ありがとうございます。